ののの運行経路経路路青タリブリリススパブュッセルルアムステルダムテダ間の列車はフランスのパリとベルギーのブリュッセル及びオランダのアムステルダムを結ぶ国際列車である。この3都市間には19世紀以来国際列車が頻繁に運行されている。1920年代から30年代には国際信台車会社の客車による豪華列車があった。 1950年代以降は T の主要な運行経路の一つであり、最盛期にはパリ・ブリュッセル間に着いた地往復の T があった。1990年代以降は高速列車タリスに置き換えられている。また本校では主としてパリを起点とする列車について記述する。1920年代から1990年代までパリとブリュッセルあるいは アムステルダムを結んでいた昼行列車の列車名、種別、運行区間等は以下の通り。この他にも固有の名前のない列車もあった。タリスには個別の列車名は付けられていない。フランス語の列車名については、エリジオンした、定冠詞を省略することもある。以下では省略した表記を用いる。パリ・ブルッセル間の経路赤。 サン＝イコールカンタン経由青、バランシエンヌ経由代々、パリ・コンピエニュ間の別経路灰色、LGV 北線及び、ベルギー高速鉄道1号線パリとブリュッセルを結ぶ、鉄道が全通したのは1846年9月1日のことである。ただしこの時の経路は、後の主要経路とは異なり、パリ・リール線からドゥエで分岐し、バランシエンヌを経由して、 国境を越え、モンスを経て、ブリュッセルに至るものだった。この時パリ・ブリュッセル間には、昼夜に往復の直通列車が運転された。中高列車の所要時間は12時間30分、夜行列車は14時間であった。1858年1月1日にはより距離の短い3イコール簡単経由の路線が開通し、所要時間は6時間30分にまで短縮された。 19世紀末には、パリ・ブリュッセル間には12往復の列車が運行されており、所要時間は最短5時間程度であった。20世紀に入ると、北部鉄道は新型機関車の投入によるスピードアップに力を入れた。第一次世界大戦直前には、パリ・ブリュッセル間は最短3時間55分で結ばれていた。第一次世界大戦によって来た。 フランスからベルギーにかけての鉄道は大きな被害を受けた。1920年代初め、パリ・ブリュッセル間の直通列車は5時間30分を要していた。1923年、パリ・ブリュッセル間に途中駅無停車の列車位置、往復が設定された。それまで同区間の列車は国境駅で機関車をそれぞれの国のものと交換していたが、 この列車ではそれを省略し、フランスの機関車がブリュッセルまで牽引した。所要時間はちょうど4時間であった。1927年5月6日、パリ・アムステルダム間に国際新台車会社のプルマン車専用の列車、エトワール・デュノールが運行を開始した。当時ワゴンリ車はプルマン車からなる豪華列車を 西ヨーロッパ各地で運行しており、エトワール・デューノールもその一つであった。パリ北駅ブリュッセル南駅間は途中無停車であり、出入国や税関の手続きはパリ北駅で行われた。アドルフ・ムーロン・カッサンドルが広告用ポスター、北極防止号を制作している。これは同年の北急行とともにカッサンドルにとって、 初めて鉄道を主題にした作品である。特徴的な空間表現が用いられており、ポスター芸術史上の名作とも評されている。ワゴンリャは1929年5月15日から、パリ・アントウェルペン館にもう一往復のプルマン車専用列車の運行をはじめ、オワゾ・ブルーと命名した。この広告ポスターもカッサンドルが手掛けている。 1935年5月からは、オアゾブルーのパリ・ブリュッセル間の所要時間は3時間、ちょうどとなり、同区間の表低速度は当時としては、画期的な時速 103km に達した。1937年5月28日には、オアゾブルーは、パリ・アムステルダム間に延長された。また1937年には、パリ・ブリュッセル間に、 北部鉄道の車両による機動車特急列車が運行を始めた。この列車は途中3駅に停車しながらパリ・ブリュッセル間を3時間ちょうどで結んだ。1939年第二次世界大戦の勃発によりこれらの列車はすべて運休となった。第二次世界大戦によってこの区間の鉄道は再び大きな被害を受けた。 エトワール・デュ・ノールは1946年にパリ・アムステルダム間で、オアゾ・ブルーは1947年にパリ・ブリュッセル間で運行を再開したが、これらの列車は、プルマン車専用ではなく、一般の客車も連結していた。また所要時間も戦前より長くなっていた。1952年には、ブリュッセル市内の北南接続線が開通し、 パリ方面とアムステルダム方面の経路が短絡された。この時からオアゾブルーの終点はブリュッセル機体機となった。客車の一部はアムステルダムまで直通したが、オアゾブルーの列車名を名乗ったのはブリュッセルまでである。1954年には、フランス国鉄の車両による機動車特急列車がパリ・ブリュッセル間を2時間56分で結び、戦前の記録を更新した。 1957年6月2日、T の発足と同時にエトワール・デュノールとオアゾ・ブルーは T になり、さらにパリ・アムステルダム間に T、イルド・フランスが運行を始めた。3列車とも機動車列車であり、エトワール・デュノールとオアゾ・ブルーは、オランダ国鉄と、スイス連邦鉄道の車両を、イルド・フランスは、フランス国鉄の車両を用いた。三往復ともパリ・ブリュッセル間は、 無停車であり、この区間の所要時間は最短2時間45分となった。またパリ・アムステルダム間は5時間33分で結ばれた。1958年3月1日から、イルド・フランスは半忙期にはパリ・ブリュッセル間でもう一編成を増結し4両編成で運転された。この2両はエトワール・デュノールの輸送力増強にも用いられたが、フランス車と オランダ・スイス車を並結することは不可能だったのでパリ・ブリュッセル間でエトワール・デュノールの直後を走る第二エトワール・デュノールとして運転された1958年9月28日からはオアゾ・ブルーは途中のサンイコール簡単とモンスに停車するようになったまた1958年の夏ダイヤからエトワール・デュノールとイルド・フランスは フランスとベルギーの国境近くの駅で出入国、管理官の乗降のため運転停車するようになった。これらのため、T の所要時間は増加した。国境での運転停車は1964年まで続いた。1960年代初め、パリ・ブリュッセル・アムステルダム間の T の輸送力は、飽和状態にあった。 機動車では需要に応じた増結が難しいことから、1963年5月に予定されていた同区間の全線電化に合わせ、各国鉄はこの区間の T を電気機関車牽引の客車列車とし、さらにパリ・ブリュッセル間で一往復増発することを決めた。またフランス国鉄とベルギー国鉄は T 専用の新型客車を共同で開発した。 ところが1962年冬の寒波の影響でベルギーでの電化工事が遅れ1963年5月26日のダイヤ改正に間に合わなかったこのため同日運行開始した T ・ブラバントはフランス国鉄の機動車を用いたまた運転されたのはブリュッセル発パリ行の片道のみで 逆方向はイルド・フランスの増結車または第2エトワール・デュノールとして運転された。1963年9月1日から、ブラバントは T として初の電気機関車牽引の客車列車となり、往復とも運転されるようになった。ただしこの時点では T 専用の客車は完成しておらず、フランス国鉄の従来の幹線用一等客車が用いられた。 1964年5月31日から、ブラバントの客車は TPBA 型となり、イルド・フランスも TPBA 客車による客車列車となった。同時にオワゾ・ブルーは、フランス国鉄の従来型客車による客車列車となった。エトワール・デュ・ノールはこの時点では、機動車列車のままだった。1964年8月2日にエトワール・デュ、 ノールとオアゾブルーも TPBA 客車による客車列車となった。増発と客車化によりこの区間の T の輸送力は大幅に強化された。また、最高速度が時速 150km とされたことにより、所要時間もパリ・ブリュッセル間で最短2時間30分、パリ・アムステルダム間で5時間20分に短縮された。1968年には、 フランス国内の最高速度が時速 160km に引き上げられ、パリ・ブリュッセル間は最短2時間20分となった。また1969年にはエトアール・デューノールがパリ・アムステルダム間を5時間ちょうどで結んだ。1974年9月26日、パリ・ブリュッセル間に新たに2往復の T、メムリンク、ルーベンスが設定され、 同区間の T は6往復となった。6往復の T のダイヤは等間隔ではなく、下記のように、パリ発、ブリュッセル発とも午前中と夕方以降に、集中していた。これは、もともと4往復時代に朝、昼、夕方、夜に各1往復ずつ運転されていたものを、需要の多い朝と夕方に増発したためである。1980年に二等車を含む、 国際列車の種別としてインターシティが導入された。この時、パリ発アムステルダム行とブリュッセル発パリ行の2本のインターシティが設定された。これらは当時唯一の列車名のない国際インターシティであった。また1981年からはパリ・ケルン間をブリュッセル経由で結ぶインターシティが運行された。この列車は1985年に ディアマントと命名された。その後、1987年には、ユーロシティに種別変更の上、ギュスターブ・エッフェルと改名され、さらに1993年に、ジャック・ブレルと再度改名された後、1997年に、タリスのケルンノリ入れに伴い廃止された。1984年6月3日には、 パリ・ブリュッセル系統の優等列車の再編が行われ、オワゾ・ブルーとメムリンクは後継なく廃止、エトワール・デュ・ノールとブラバントは二等車を含むインター式に変更された。さらにイールド・フランスは T のままではあるが、パリ・ブリュッセル間に短縮された。1987年5月31日のユーロシティ発足とともに、 T イルドフランス、ルーベンスと IC エトアールデューノール、ブラバンとは、ユーロシティに種別変更された。ギュスターブ・エッフェルと合わせ、パリ・ブリュッセル間では1日後往復のユーロシティが、運行された。なおユーロシティは2等車を含むのが原則であったが、イルドフランスとルーベンスは、T 時代と同様1等車のみの編成であった。1993年5月23日から、 パリ・ブリュッセル間のユーロシティであったイル・ド・フランス、ブラバント、ルーベンスは T に種別を変更した。さらに、同区間にはもう一往復の T が設定され、バトーと命名された。ただし、かつての T とは異なり、これらの T は二等車も含む編成であった。特に、イル・ド・フランスとルーベンスは、ユーロシティの時は一等車のみだったにもかかわらず、 再度 T 化された際に二等車を含むようになった。なおパリ・アムステルダム間のエトアール・デュノールはユーロシティのままだった。また土曜日と日曜日にはブラバント以外の T は運休となった。これらの列車に T の種別名を用いたのはマーケティング上の理由によるものである。当時パリ・ブリュッセル間の列車は航空機との競争にさらされていた。この頃、 ユーロシティの種別は東ヨーロッパへの列車にも用いられるなど一般化してしまっていたためよりイメージの良い D の名称を用いたのである。ただしパリ・ブルスセル間の所要時間は最短2時間30分と1970年代と比べても遅くなっていた。それでさえ機関車の老朽化のため遅延が状態化していた。 1995年1月23日、パリ・ブリュッセル間の TGV 運転開始と引き換えに、T のうち3往復が廃止され、ブリュッセル行イルド・フランスとパリ業バト頭のみが残った。この1往復も1995年5月26日の運行を最後に廃止された。この日20時1分に、ブリュッセル南駅に到着したイルド・フランスが、 史上最後の T となった。フランスベルギー国境ブリュッセル間の経路と列車種別の変遷。緑、T、ユーロシティア TGV 赤、タリスフト線、LGV 細線、在来線点線、建設中の LGV1995 年1月23日、LGV 北線を経由し、パリとブリュッセルを結ぶ TGV3 往復が運行を開始した。これには、 直流3 0 0 0ト電化のベルギー国内を走行可能な TGV レゾの3電源対応車が用いられた。この時点では高速線を走行するのはパリリール間のみであり、リールユーロップ駅で方向転換を行ってベルギー国内では在来線を走行していた。所要時間は2時間23分から28分と在来線経由と大差ないものであった。 1995年5月27日には、パリ・ブリュッセル間にもう一往復の TGV が増発された。この列車は、途中無停車ではあるが、在来線を経由した。1996年6月2日には、LGV 北線のベルギー国境までの区間と、ベルギー高速鉄道1号線の国境から、アントアンまでの区間が開業し、 パリ・ブリュッセル・アムステルダム間などでタリスの運行が始まった。本数はパリ・ブリュッセル間で13往復、パリ・アムステルダム間で4往復であった。なおパリ・アムステルダム間のユーロシティだったエトワール・デュ・ノールはこの時廃止された。その後ベルギーやオランダでの高速新線の開業、延伸によりタリスの所要時間は短縮され続けており、本数も増加している。以後は タリスを参照。半令注尺タールタールは、フランスの北部鉄道が1934年から製造した機動車、及び、同車両を利用した列車のことである。元は、パリリール系統用であったが1937年からは、パリブリュッセル系統にも用いられた。最高速度は、時速 140km であった。で4型、ラム型で4型機動車。 T 運行開始にあたり、オランダ国鉄と、スイス連邦鉄道が、共同開発した機動車である。オランダ国鉄では、デヨン型と呼びスイス国鉄ではラム型と呼ぶが、統一の形式であり、運用上も区別されなかった。1957年から、エトワール・デューノール、オアゾブルーと、エーデルヴァイスの3列車で運用された。オアゾブルーは沿線にない国の車両を用いる得意な、 例であった。X2771 型 X2770 型は、フランス国鉄が幹線用機動車を改良して製作した T 用機動車である。動力車1両と付随車1両の2両編成を基本とし、付随車側には、厨房と税関業務用の部屋があった。動力車と付随車では、先頭の形状が異なり、 二編成を連結して四両編成とするときは付随者、同士を連結した。1957年から、イルド・フランスに用いられ、1958年からは、イルド・フランスの造結用と、第二エトワール・デュノールにも用いられた。プルマン・エトワール・デュノール型ワゴン・リ社が1920年代に、ヨーロッパ各地で運行したプルマン社の位置形式であり、 エトワール・デュノールなどで用いられた。一等車と二等車があり、中央の通路を挟んで一等車は両側にカズトカケの座席が、二等車ではカズトカケと二人掛けの座席が並ぶ配置である。二等プルマン車はエトワール・デュノールで初めて設けられた。一等車、二等車とも厨房付けの客車と、厨房なしの客車が二両一組で運用された。 TPBA 型 TPBA 型はフランス国鉄とベルギー国鉄が共同で開発した TO 客車の通称である。単に T 型、あるいは TE ノックス型や T1964 年型などとも呼ばれる。車体はステインレス製で台車は時速 160km 運転に対応している。無塗装であるが窓の上の部分に細い赤帯がつく。 新生時には以下のような種類があった。なお一等解放座席車はベルギー国鉄所属、その他はフランス国鉄所属であった。1983年から1987年にかけて一部客車が二等車に改造され、パリブリュッセルアムステルダム系統のインターシティ、ユーロシティ及び12等 T で用いられた。また、TPBA 型を改良して製造された。 ミストラル69型客車も後に、パリブリュッセルアムステルダム系統に用いられた。その他1963年9月1日から1964年5月30日までの、ブラバントと1964年5月31日から8月1日までの、オワゾブルーでは、フランス国鉄のデブ構成客車とワゴン利車の、食堂車が用いられた。1980年代以降の、 パリブリュッセル・ケルン系統のインターシティ、ユーロシティでは、フランス国鉄の古来有客車などが用いられた。蒸気機関車1957年の D 発足以前、パリブリュッセル・アムステルダム系統の国際列車の、ほとんどは、蒸気機関車牽引であった。1930年代にオワゾブルーを牽引した、アンドレ・シャプロン設計のパシフィック型機関車などがよく、知られている。 電気機関車フランス国鉄 CC4100、軽機関車1963年から1964年にかけて、パリブリュッセルアムステルダム系統の T は、電気機関車牽引となった。この区間の電化方式はフランスが、交流 25KV50Hz、ベルギーが、直流 3000V、オランダが、直流 1500V と、それぞれ異なっており、また、 国境駅での機関車交換は行われなかったため、使用される機関車は2つ以上の電源に対応している必要があった。パリ・アムステルダム間の T を全区間牽引したのは、ベルギー国鉄の15系機関車のみである。フランス国鉄の CC4100 系、及びその派生形式である、ベルギー国鉄の18系機関車は、 オランダ国内の走行も想定して設計されていたが、オランダ国鉄が乗り入れを認めなかったためパリ、ブリュッセル間のみで用いられた。また15型もブリュッセルアムステルダム間のみで用いられることもあった。この区間の T で用いられた電気機関車は以下の通り。なお、1973年まではブリュッセルアムステルダムか後、 ベルギー国鉄のディーゼル機関車が牽引することもあった。1957年の T 運行開始当時、エトワール・デュ・ノールとオワゾ・ブルーは、オランダ国鉄のデヨン型機動車とその同型車である、スイス国鉄のラム型機動車を用いていた。これら2列車は、エーデル・バイスと共通の運用を組んでおり、予備1編成を含む5編成が、以下のように4日周期で運用された。 一方、イルド・フランス用のフランス国鉄 X2770 型機動車は、イルド・フランス専用であり、一つの編成が、パリ・アムステルダム間を1日1往復した。また、1958年からパリ・ブリュッセル間でイルド・フランスの造結車及び、第二エトワール・デュノールとして用いられた車両は、1日にパリ・ブリュッセル間を1往復した。 この時片方向でイルド・フランスの増結車だった。車両は逆方向では、第2エトアール・デューノールとなった。1964年8月2日からパリ、ブリュッセル・アムステルダム間の T4 往復はすべて T、PBA 型客車となった。この時以下のようにパリ・アムステルダム系統用に3、編成、パリ・ブリュッセル系統用に3編成の6編成が、用意された。これらは、 以下のように、第1、第2編成は2日周期、第3、第5編成は3日周期で運用された。なお、第6編成は、オアゾブルー専用で、パリ・ブリュッセル間を1日1往復した。第1編成のの1両は、第2日には、第2編成のの1に連結され、常にブラバントに用いられた。また、第3、第4編成のの車両も、 的宜第五編成のの位置に移され、アムステルダム行エトアール・デュノール及びパリ行イルド、フランスに用いられた。その他にも臨時に増結されることがあった。T が6往復化された1974年には、イルド・フランスを除く5往復は共通の車両を用いており、以下の7両編成4組が7日周期で運用されていた。イルド・フランスは、他の T とは、 独立した運用で、一編成が、パリ・アムステルダム間を1日1往復した。このほかエトワール・デュノール、イルド・フランスのパリ・ブリュッセル間造血用客車があり、これは、パリ・ブリュッセル間を1日に往復した。1977年には、パリ・アムステルダム系統と、パリ・ブリュッセル系統の運用が分離された。 パリ・アムステルダム系統では3つの編成が7日周期で運用されたほか、パリ・ブリュッセル間の増結用車両が、同区間を1日に往復した。パリ・ブリュッセル系統には3つの編成が重当され、7日周期で運用された。パリ・ブリュッセル間の T4 往復と、パリ・アムステルダム間の EC エト r ール・デューノールはいずれも、 TPBA 型客車とミストラル69型客車を利用していた。原則として一つの編成がパリ・ブリュッセル間を1日1往復していたが、エトワール・デュ・ノールの往復とブリュッセル行ブラバンとパリ行バトウについては二つの編成が二日周期で運用された。ありがとうございます。